スカイアクティブテクノロジーマツダスカイアクティブ G スカイアクティブ G スカイアクティブ G はマツダが開発及び製造する直列4、気筒ガソリン直噴エンジンの名称。スカイアクティブテクノロジーの一つ。スカイアクティブテクノロジーの一環として2010年10月20日に発表された。量産ガソリンエンジンとしては世界一の圧縮比14.0を実現し燃費。 トルクともに従来比で15%向上している。従来、圧縮比を上げると混合儀が高温高圧にさらされることで、ノッキングと呼ばれる異常燃焼の発生が避けられなかったため、ガソリンエンジンでの高圧縮比化は進んでいなかった。マツダは4から2から1排気システムやキャビティ付きヘピストン、マルチホールインジェクターといった機構により、残留ガスや等内温度、 時間損失の低減を積み重ね、世界一の圧縮比を実現した。搭載される車種や、シムケチの違いによって、圧縮比や出力、燃費は異なっており、95ルーマニアレウガソリンの、ただし後日の2.5リットルターボエンジンでは、使用するガソリンの奥単価によって異なる、カタログ出力を公表しているほか、松田技法では、 ベースとなったな2.5リットルエンジンにおいても、オクタン化別に出力を公表していることから出力は、オクタン化に合わせて最適化した制御になりつつあると思われる。また、4から2から1排気システムは、エンジンルーム後方に従来より広いスペースを必要とするため、既存の車種に搭載する際には、一般的な4から1排気システムに変更された上で、圧縮比も落とされている。 もっとも、モデルチェンジの際に導入された車は、エンジンルームが導入前提の仕様になっているので問題はなく、ロードスターのような FR 縦置きエンジンの場合は、昨今主流の FF 横置きエンジンと違い、排気システムによる不利はない。なお、登場時点では、ターボチャージャー等の下級機設定モデルは不在であったが、球体化した V 型6気筒エンジン置き換えのターボモデル導入の、 プランは存在し、後に2016年発売の2代目 CX-9 が、初の下級機付きモデルとなる2.5リットルターボを搭載している。P5VPS ポリエチレン VPS ポリエチレン VPR ポリエチレン VPH252 ナノメートル 4000rpm PYVPR スカイアクティブ G 投入当初は下級によるダウンサイジングには、 積極的ではなかったマツダが投入した初のターボ下級スカイアクティブ G エンジンとなる。マツダは従来ダウンサイジングよりも適正な排気量の自然吸気が好ましいとし、場合によっては排気量を上げるアップサイジングもあり得るとしていた。しかし下級によるネガを十分に消せる目途がついたこと、V6 のスカイアクティブ G エンジンを新規に作るほどエンジンの需要がないことから、 V63.7 リットルを既存の磁気4エンジンを下級する形で置き換えることとなった。投入にあたっては、スカイアクティブにおいて重要なメカニズムとなっている排気脈度を利用するダイナミックプレッシャーターボを採用するなど低速からのトルクとレスポンスを改善している。また使用するガソリンのオークく単価によって、カタログ出力が異なるなどの特徴がある。 2018年11月22日から日本国内向けの CX-5 においても採用される。ありがとうございます。